岡部駅は埼玉県深谷市岡にある東日本旅客鉄道日本貨物鉄道高崎線の駅である。島式ホーム2面4線を有する地上駅である。1.3番線が本線、2.4番線が対比線であるが、現在は4番線に入線する定期旅客列車はなく、主に貨物列車の着発線として使用されている。2番線は 主に貨物列車が使用する。かつては2番線は、平日の18時台に1本のみ特急、赤木の退避をする列車が使用し、それ以外は主に貨物列車が使用し、下り特急列車の退避も2番線で行っていた。本庄駅が管理する JR 東日本、ステーションサービスが受託する、業務委託駅。深谷駅委託構前は、同駅の非管理駅であった。駅舎内部には、 指定席券売機や自動券売機、自動改札機が設置されている。かつて駅舎、出入り口横にはキオスクが営業を行っていた。2010年5月までに重量編成対応のホーム屋根およびエレベーターが設置された。かつては緑の窓口も設置されていたが、2006年2月24日にもしもし券売機帰る国へを置き換えられる形で、 廃止された。さらに、もしもし券売機買えるくんも2012年2月3日に多機能券売機に置き換えられる形で営業を終了した。そのため一時当たり駅で指定券等の購入ができない時期があったが、2013年12月、券売機更新により指定席券売機が導入され、指定券購入が再度可能となった。 2016年3月10日より、始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。なお、駅改札、駅舎は北口のみで、駅南側へは一旦改札を出て、立橋を渡らなくてはならない。2018年度からは15両編成の入線に対応している。これは、 高崎方面での輸送障害時に、籠原駅での増解決作業を省略することで、15両を編成のままで当駅を経由して、本庄駅での大宮方面への折り返し運転をスムーズに実施することを目的としたものである。なお、定期列車で当駅に15両編成で入線する列車の設定はない。JR 貨物の駅は、専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅と、 なっている。2014年3月改正時点で、定期貨物列車の発着はないが、駅北側の関東分岐機岡部工場へ続く、専用線があり、レール輸送が行われることがある。また、かつて当駅の東側にあった、JX 飛行、日赤エネルギー、岡部輸送所へも専用線が続いていた。ここへ JX 飛行、日赤エネルギー、ネギ製油所のある、 根岸駅から1日日本の石油輸送列車が運行されていた。専用船内では日本通運が所有する L 字型のスイッチャーが入れ替えを担当していたが、このスイッチャーの側面には、新日本石油のブランドマーク、エネオスのステッカーが貼られていた。到着する列車は、多岐線経過車で統一された高速貨物列車であるが、変装列車は専用貨物列車となっていた。なお、 このうち一本が2008年3月15日のダイヤ改正より高速貨物列車に格上げされていた。しかし、2012年3月の岡部輸送所の閉鎖に伴い、これらの貨物列車は廃止された。2019年度の1日平均乗車人員は3183人である。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。岡部駅停留所にて、 クルリンの定時低路線バスが発着する。深谷市、コミュニティバス再編により、岡部シャトル便は2015年度から予約制の、岡部デマンドに変更となった。その後、クルリン再編計画により2020年度から、西巡観便が、岡部シャトル便を一部路線変更に再編された、ことにより、岡部駅まで延長され、岡部駅からの定期公共交通が復活した。これに合わせて、 駅西にバス停と展開場が新設された。岡部駅は深谷市を舞台にした映画 SR 埼玉のラッパーにも登場している。駅の南側は希望が丘公園として整備され、駅舎のある北口と陸橋でつながっている。南口にはロータリーがあり、主にスクールバスが発着している。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。